どうも、今日はカメラの紹介をしていきます。こちら、コニカの 3A です。こんな感じのロゴになってます。レンズはヘキサノンの 48mm F2 がついてます。和製ズミクロンと言われたレンズです。角型のフードがついてます。レンズ部分のメモリはこんな感じです。シャッタースピード、絞り、そして EV1 のメモリがついてます。このギザギザの部分を押し込むと EV1 とシャッタースピードが動きます。静点時の EV1 は14と言われているので14にセットしてみます。14にセットしてみました。500分の 1F4 になってます。このシャッタースピードと絞りの設定が固定されます。仮に250分の1にセットすると、それに合わせて絞りも5.6になります。こういった感じで EV1 をセットすると、シャッタースピードと絞りが固定されるので、個別に設定する必要がなく楽になります。レンズシャッター式のカメラでたまに見かける機能です。このカメラの特徴を少し説明していきます。まず特徴的なのがフィルムの巻き上げ機構になります。こちらレンズの脇にあるレバーを押し込むとフィルムが巻き上がります。2回押し込むと1コマ分巻き上がるという形になります。それとファインダーも特徴です。等倍式のファインダーがついています。ブライトフレームも非常に見やすいです。ファインダーはこんな感じです。ちょっと見づらいと思いますが、ブライトファインダーもピントの距離に合わせて動く設計になってます。ピントリング動かしてます。ちょっと分かりづらいですね。次はフィルム装填の仕方を説明します。裏底部分にあるこちらのレバーが裏蓋を開閉するレバーになります。今矢印が C の方を向いています。こちらに O のマークがあるんですが、この矢印を O の方向に向けます。このレバーを起こして回して矢印をオープンの方に向けます。レバーを倒して押し込むと裏蓋が開きます。もう一度やります。こんな感じですね。裏蓋を開けるとこんな感じです。普通のカメラと変わりないです。こちら側にパトローネを入れて、フィルムの先端をこのスリットの中に差し込みます。
巻き戻しクランクはこんな感じのちょっと洒落たデザインになってます。フィルムを詰めた後に注意するところがあります。底の部分にあるレバーですね。クローズになってるのを必ずオープンの方にしてください。クローズのままだと感じでですね、物がぶつかったら簡単に開いてしまいます。必ず矢印をクローズの方に戻してレバーも通しておきます。そうすると開くことはありません。この辺は注意しましょう。続いてセルフタイマーをやってみます。セルフタイマーレバーを下に倒します。シャッターを押すと作動します。軍艦部分にあるこちらはフィルムのカウンターになります。随分洒落たデザインになってますが、機能的にはカウンターのみです。そしてこちらがシャッターボタンですね。そしてストロボのアクセサリー集になります。巻き戻し用のクランクはこんな感じでちょっと洒落たデザインになってます。底の部分はこんな感じです。こちらが裏蓋を開けるレバーです。それと三脚穴、フィルムを巻き戻すときに使うボタンになります。以上がコニカ 3A の簡単な説明になります。かなりしっかりとした作りのカメラです。この巻き上げも操作も楽しいですね。このカメラ、ファインダーも本当に見やすく、ピントも合わせやすいカメラになってます。写りも和製ズミクロンと言われているだけあって、なかなかの写りになってます。とても65年前のカメラとは思えない写りです。以上、コニカ 3A の説明になります。ご視聴ありがとうございます。